感謝しております、婦人会もコロナのためいろいろ大変だったと思います。幸いコロナの最中でも韓流の勢いは冷めることなく、歴然とした韓国の底力を世界に広めております。来年には韓国内では大統領選挙など大きな分岐点を迎える選択が迫られていると推測いたします。日韓関係の修復とより良い修復とより良い方向へと転換されることを願うばかりです。そのため私たちも多少とも力を合わせるべきであると考えています。来年には私たちに幸せなことがたくさん訪れることを願いながら祈りながら乾杯といたします。ご唱和くださいませ。本日お酒のサービスはホテル